そうですね、まあ、今回はワールドカップ予選ということもありますし、上位5チーム以内に入らないと来年 のワールドカップの出場権獲得できないので、出場権獲得する強い気持ちできたのと、まあ、自分自身、アジアカップの頂点にまだ立ってないので、そこも兼ねて優勝を目指して、優勝を取りに行きました。そうですね、まだ今日1日ではまだ話もサッカーもそこまでできてないので何とも言えないんですけど、でも対戦相手ではすごく相手の裏をかいてきたり嫌なプレーをする選手たちですし、本当に若いとは言ってもしっかり技術もあってすごいいい選手たちだと思うので、まあ、一緒に今回やれるっていうのは自分自身もすごくいろんなことを吸収できたらいいなと思ってます。そうですね、まあ、リーグ戦でも一緒に対戦相手として戦ったんですけど、やっぱりシュート の質というかすごく高くて、まあ、自分たちも本当にいいシュートを2点も入れられてしまったんで、本当にシュートの正確性っていう彼女の持ち味のっていうのはすごく参考にもなりますし、まあ、一緒にやれる機会があったらしっかりいろいろコミュニケーションを取っていろんな話ができたらいいなと思います。いや、試合の中でいいプレーは盗みたいと思いますし、自分自身なんか年齢とかそういう年下年上とか関係なくて、やっぱりいろんなところいいものを持ってる選手からはいろんなことを吸収したいなと思いますし、サッカーに対する考え方とかどういうことを考えてやってるのかとかそういうのもすごく興味あるので、いろいろ合宿も長いんでいろんな話ができたらいいなと思います。そうですね、まあ、自分自身もすごくミニゲームでリラックスしながら楽しめましたし、きっとみんなもすごく楽しそうにやってたので、まあ、でも明日からはまた厳しいトレーニングが始まると思うので、気持ちを切り替えてアジアカップの優勝に向けて頑張っていきたいなと思います。去年でしたっけ、ニュージーランドとやって、まあ、自分自身もちょっとポジションがあまり良くない中結果も出せなかったので、しっかり国内で一試合をしてアジアカップに臨めたらいいなと思います。まあ、なかなか周りはそういうふうに言いますけど、本当に世界一を取るっていうのは簡単なことじゃないので、なかなか連覇って言うのは簡単なことではないですけど、でもやるからにはやっぱり目標高くやっていきたいなと思います。